KO の、 あの木下さん の、 あの YouTube に呼ばれてきました。皆さん見てください。チャーリーいただきましたプレゼントで、ありがとうございます。じゃあ見てね、バイバーイ。さあ始まりましたけど、はい、ちょっとすごい人仕込んだな。いや本当奇跡が起こりました。奇跡というかもうこれ大丈夫なんですか。あのご本人はノリノリらしいですよ。まあ言いますよ、カーラともみさんですよ今回、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいんやけど、ちょっと笑顔かばんすぎて僕とのツーショットが、はい、お会いしたことってありますか。一度あるんですけど、もうお忙しい時なので、まあ、その辺もちょっと聞いてみたいと思います。一度挨拶するんですか。いやしないです。もうこのままドア開けてくれたらあの来てくれるってなってますよ。あんまないよドア開けたらカーラともみって。キレさせてもうたらごめんなさいね。よからも勘弁してください本当に。というわけで、今日は河原智美さんに勉強させていただきます。一応こういうものを用意しました。噂ではスイーツが好きだということをお聞きしまして、ご機嫌をね伺うわけじゃないですけど、スイーツ食べながらキャッキャキャッキャとやっていきたいなと思うんだけど、一応うちのプロデューサーとマネージャーが喋ったら、普段のコラボの依頼は断ってないんですけど、木下さんだったら出てもいいですよって言ってたらしいです。マジで、それめちゃくちゃ嬉しいな。ちょっと聞いてみよう。ほんまに来るんかな。いや、あの来ると思いますよ、そこはさすがに。なんかちょっとどっかで、ね、こうブッチされるんちゃうかっていうのもね。失礼ですよ、いきなり打ち合わせする前からそんなブッチされるとかいうのは。そうですね、あの M 線のタトゥーみたいな。気分屋さんという、はい、僕のイメージですよ、はい、大変きたなってきた。はい、こんにちは。こんにちは。どうも。うわこれ、じゃあ何をして、キャッチした、よかった。よかった、当たってない。それは当たってない。いや、違うんですよ。カーラともみさん来られて、ありがとうございます。はじめまして。いや、ほんまに来てくれましたね。いや、でもすごい久しぶりなんです。覚えてくれてるんですか。覚えてますよ。マジか。はい、ってことは、前に僕と、はい、会ったこと覚えてる。会ってて、うちのワンちゃん抱っこしてくれてました。めっちゃ覚えてるやん。めっちゃ嬉しいっすわ。俺絶対忘れられてると思ってました。こんないい人が歌えられるなんてね。誰が訴えられたんでしょ。訴えられてないです。僕事件でもないですからね。知ってるんですか、僕が何をしたとか。なんか後輩にペットボトルを投げつけて目に傷を負ったっていう話を聞いて、まず投げつけるっていう言葉が怖い。怖い。投げちゃって目にちょっとポンとか当たっちゃったっていう。そうだった。そうなんですよ。だから二度とペットボトル投げない。世界で一番投げない男がいます。世界で、ね、うん、じゃあ宇宙一投げない男が積もってます。なぜなら反省したから、うん、いや違うの、そういう話じゃないんですよ。なんですか。つまりですね、僕先ほどちらっと聞きました、はい、スタッフの方から、はい、河原智之さんは、はい、いろんなコラボをしようというお話が舞い込んでくるけども、はい、ほとんど断っていると。そうなんですよ。それはまずはここまでは本当なんですよね。本当です。がしかし今回コラボを僕らのこのチャンネルで引き受けてくれたというのは、はい、なんでなんですか。いや、いい人だからですよ、木下さんが。それはどういうところを見て。やっぱり小太りっていうところがね、あの人の良さを出してるかなっていう。洋服のブランドとか の、 あのあれもやってるじゃないですか。やってます。あれもすごい素敵だなと思って。うん、見てるんで。知ってくれてるんですね。知ってます、知ってます。嬉しい。ちなみに服のブランドっていう話出ましたけど、いや、チャリーです。チャリーンがないと生きていけないでしょ。今ギャグみたいな感じですよ。なんですけど、
チャリーン。ちょっと待って、本物着ぐるみじゃない。そうだって、もう本当にチャリーンがないと。私息子が生まれたんですけど。いや知ってますよ、もちろんもちろん。やっぱり愛はあってもチャリーンがないと愛は継続できないじゃないですか。現実ですよね、やっぱこれが現実。カーラさん、これ僕どうですか、呼び名今日はどう呼んで。チャリンディですよ。チャリンって、いやいや、チャリンって俺宮迫さんがアンチのことチャリンって呼べって呼ばれてるから言われてるんで、うん、チャリンって呼びにくいですね。トモちゃんでもいいんですか。はい、いいです。いいですか、はい、トモちゃんでいいですか。はい、はい、いいです。じゃあ僕のことを何て呼びます。木下ちゃん。かわいい。いいですか、木下ちゃんと。でも、ともちゃんでいいですか。木下ちゃん。ともちゃん。木下ちゃん。いいですね、いいです。ありがとうございます。食べましょうよ。食べましょうか。ともちゃん。いやー、やばいな、これ。どうですか、好きな食べ物ってスイーツですか、やっぱり。そうですね、スイーツはめちゃめちゃ好きですね。その中でも何が好きとかあります。いちごのショートケーキが。ないな。いや、だからこれですね。ああ、そうね、タルトですか、ね、これ行ってみたいところなんだけど、はいはい、実はこれにすごい興味があって。さすがお目が高い。これはちょっと食べたことがないんで一回食べてみましょう。スフレプリン、これ美味しいんですよ、はい、これね。一緒に食べましょう。食べましょう。私ね、小太り大好きなんですよ。小太り、大太りじゃないですか。大太りではないです。あ、本物ガーンじゃないっていうことですよね。そうです。これぐらいの太りがいい。そう、大好きなの。大好きというのは見てて笑えるし、風呂場から、風呂場でこうなんかこうシャンプーとかしてる時にこうやってやって、だいたいこうやってるじゃないですか。俺やってますよ、こうやってるよ。こういろんな角でよろしい。スフレ、うん、これコンビニに売ってるやつ。そうです、これはコンビニのやつ。いただきます。どうぞ。うまー。これやばいね。ね、とろける感、口の中でとろけます、うん、これやっぱもう最後の晩餐何食べますかって言われて何て言いますか。うん、男は。ちょっとね、気持ちええな。何やねさっきの緊張感。俺の金黄金色のスイートポテト絶対ばいでしょ。これはマジヤバいと思う。ない。私お菓子、あのお菓子作りとか好きで、あ、作る。そう、スイートポテトとか作りますけど、はい、芋にこだわりがないと、うん、あの美味しいスイートポテトって作れないですかね。あ、そうですか。やっぱ芋の旨味が大事、はい、で、これ黄金色なんですよ、もうすでに。確かに、本当に、うん、いただきます。はい、うん、はいはいはい。これはバターが効いてますね。バターが香ると書いております。発酵バター、香ると。発酵バター使ってんのね。うん、うん、いや美味しそうに食べますね、うん、結構好きな、うん、これはあのあれですね、女子におすすめですね。ぜひ食べてください。あとは男子でもし食べるんだったら、もうなんか打ち合わせとか忙しい時に、うん、すいません、ちょっとあのトイレ行きますねっつって、うん、ちょっと貸して、うん、これを、うん、ポケットに、ね、ポケット入れて、すいません、ちょっとトイレ行きます。トイレね、なんだすぐ帰ってきてね。はい、わかりました。はい、持ってるよ。社長が減った。社長が減った。すみません、何してるんですか。すみません、ごめんなさい。ね。ともちゃん。どうめ。ともちゃん。あの課長とかよ、ふざけんなよ。コン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 。はい。トイレで出てきなさいよ。やばい。長いよ、トイレ。お腹が痛いの。お腹が痛いの。だから無理なの。すいません、ちょっと待っててもらえますか。ちょっともういい加減して、もうそこにその人たちと関わらない、僕の人生になかった人たちって思う方が、まあ、多分逃げなんですけど、攻めるんですね。攻めます、攻撃的です。
ドラクエのように攻め続ける戦うや戦う、もう逃げるじゃなくて戦うな、うん、っていう時期があって、当時の社長に怒られて、それで辞めて、でそっからはもうヤフコメとかも全部見るようにはしてますけど、意外とヤフコメってためになることを書いてくれてるんですよね。なるほど、うんうん、だから参考になったりするんですよ。うわー、はいはいはい、いわゆる自分が気づけなかったこととか、そう、うん、だから結構今では、まあ、2チャンネルは見てないですけど、うん、ヤフコメは結構ラブですね。いや僕もね、千太くんのモノマネがあるんですけど、はい、知ってます。あれも僕ネットからなんですよ。あ、そうなんですか。僕千太くんっていう存在を知らなかったんですけど、はい、木下って千太くん似てねみたいなこと書いてて、似てる似てる、千太くん、はーい、喋らないです。千太くんは喋らない、喋らないですけど、だからやっぱヒントはちょろちょろ転がってるんやなと思います。確かにネットには、うんうん、へー、そうなんだ。今はそしたらもうアンチなんて気にしない、やっぱもうお金チャリンやから。今この世の中って自分のことを守っていかなきゃいけない時代でもあるし、うん、人のことをどうもこうもって言ってる暇でもないと思うんですよ、うん、だからあのコツコツ稼いでやっぱりやっていくっていう時代なんじゃないかなって思ってますね。ってことは過去は違うかった、自分自身やっぱ守られてきたし、はい、はい、あの時の守り方すごかったですよ、 TK 時代の。ああ、周りが、周りが、あとはファーストクラス全部貸し切りとか。え、なんでですかそれを。二人きりでいたいから。今田さんとかの番組出てた、出てましたよ、水中カルタ踊りゲームとか。本ちゃんのための仮歌っていうのがあるんですよ、うんうん、あのユーマサンシャインってやつとかも、はい、あの私です。多分今日みたいな態度だと俺殺されてるやろな。